小松飛行場。小松飛行場は、石川県小松市にある共用飛行場である、防衛省が管理しており、航空自衛隊小松基地と民間航空、民航が滑走路を共用する飛行場で、特に校舎においては、ターミナルビルなどの施設の通称として、小松空港、小松空港と呼ばれている。航空交通管制は、航空自衛隊が行っている。 小松市、金沢市、福井市をはじめ、石川県南部、加賀地方及び、福井県北部、麗北地方へのアクセス拠点となっている。2001年、公共事業見直しの風潮が広まったことや、福井県が北陸新館、小松空港重視に政策転換したことで、福井空港のジェット化が事実上白紙になり、福井県の要望により、航空会社の時刻表などには、小松、 金沢、福井と表記されるようになっている。滑走路の両側に誘導路があり、山側を航空自衛隊が、海側を民港のターミナルが利用している。民港の定期便として、過去にはボーイング747クラスの離着陸があり、1980年から全日空が 747SR-100 を、 1993年1月からは747から400を2008年3月末まで就航させていた。本州日本海側の空港では乗降客数が最も多い。軽機侵入装置である ILS を設置しているため、当機の悪天候時でも欠航は比較的少ない。主に貨物便を想定した欧米との直行便を就航可能にするために、 2005年から2006年に、かけ、本滑走路の舗装を、かさ上げ、路盤の厚さを10センチメートル増加する工事が行われ、2006年12月21日から、供用が開始された。本滑走路の重量制限は、工事前の320トンから396トンに増加し、燃料を満載した、国際貨物定期便などの大型機材の重量にも耐えられる構造となり、 航空自衛隊の空中給油機、KC-767 の重量にも耐えられるものとされる。この工事に伴い、本滑走路と並行して仮滑カス走路が建設され、2005年3月17日から2006年12月20日まで供用された。仮滑カス走路は、用地確保の関係上、本滑走路と97.5メートルしか離れていないため、 二本の滑走路を同時に使用することはできない。仮滑走路は解体せず、今後の本滑走路に対する長期的な工事などがあった合わせに、再び滑走路として使用される予定であるため、定期的に点検、管理されている。仮滑走路には、誤侵流を防止する目的で16箇所に、×の印、禁止標識が表記されるとともに、中央部に横書きで、 小松着陸地点付近2カ所に縦書きで小松と表記されている。年間利用客数は国内線158万1054人、国際線24万3874人、2018年度。小松基地に関する事項は、後日の航空自衛隊小松基地の歴史を参照。以下に年度別の乗降客数を示す。国際線には、 チャーター便を含む、マウスポインタを棒グラフの各要素に合わせると、該当年度の数値がポップアップする。いずれの施設も、北陸エアターミナルビル株式会社が運営している。旅客ターミナルビル1階に各社共同のレンタカー受付がある。航空会社名が2社以上の場合、最前の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行便である。 東京国際空港及び福岡空港の各便にはコードシェア便として海外航空会社便名が付与される便がある。海外航空会社便名での利用は国際線の立ぎ旅客に限られ国内区間のみの利用は国内航空会社便名となる。国際貨物定期便として2社が乗り入れている。ルクセンブルグのカーゴルックス航空の定期便が新千歳、香港、 台北、二川、フェアバンクスドバイアブダビンを経由して、ルクセンブルクと往復で、ボーイング747から400回もしくは、ボーイング47から8回型運行される。なお、便によって、北回りか南回りかがあり、各便がこれらすべての空港を経由するわけではない。アゼルバイジャンのシルクウェイ航空による定期便も2018年1月14日から運行が開始された。 これまでも定期チャーター便として乗り入れており、機体は同社のボーイング747から400回もしくはボーング747から8回型を使用し、バクーからソウル経由で日曜と木曜日の午後の週2便の運行である。小松空港に就航していた路線は以下の通り、ANA の路線には旧日本ヘリコプター輸送及び中日本航空が 運行していた時期も含む、エアー日本及び JA はそれぞれ ANA 並びに、ジャルビンで運行する以前の路線である。小松基地、小松基地、ジャスデフ小松エヴァイスは、1961年2月に開庁された航空自衛隊の基地である、大量空振犯措置の任務を担っており、国籍不明機に対するスクランブル発信を行っている。基地指令は、 第6航空団司令が兼務。基地北方の日本海上空に広大な訓練空域、G 空域がある。よって航空相対戦技協議会の開催が多い基地でもある。例年秋頃に開催される航空祭では小松基地所属の戦闘機や救難機の展示飛行、アクロバット飛行を行う第11飛行隊ブルーインパルスの展示飛行が実施される。 1990年代半ばまでは、毎年6月の開催だったが、梅雨の時期と重なっており、雨天が多く、展示飛行もキャンセルになることがしばしばあったため、北陸で好転の多い9月に開催されるようになった。なお1990年代後半から2000年までは、航空自衛隊では珍しく8月の最終の日曜日に2日間開催されていたが、 2001年以降は9月に1日のみの開催となっている。ただし2001年は9.11テロにより実際には中止となり開催されていない。2009年は11月の開催となった。2011年は海 -15 の機外燃料タンクラッカ事故の発生に伴い中止になった。本飛行場に関係する周辺対策事業は他の自衛隊、 在日米軍施設同様、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律を根拠法とし、以下本説で同法と呼ぶ、旧防衛施設長の主導により、下記が実施されてきた。一般的に、周辺対策事業は下記のように区分され、その他にも名目をつけて予算措置がなされることがある。こうした周辺対策事業を、 住民側から支援するため、小松基地民防連合会、小松基地北部民防協会、小松民防志向協会等が組織されている。飛行場南側は1968年に完成した片山新ゴルフ場が 3km 余りに渡って続いており、西岸は畑海岸として林が整備され、工業団地などが中心で、人家は少ない。北側の飛行ルート上は、 小松市中心地に近く、防音対策はもっぱらこの地域で実施される。障害防止対策事業、同法3条に基づくのうち一般障害防止については、本飛行場の拡張などに伴い拉致化、広廃化が進み場外排水路周辺にて、洪水被害が生じたため、排水路改修工事への助成があり、1977年度から1985年度まで助成を実施し、 経年及び事業場所の状況変化により2003年に排水路の一部更新事業を実施した。また、同飛行場を離着陸する航空機の頻繁な飛行により周辺地域のテレビにフラッターが生じていることから防止策として共同受信施設を1976年度から1994年度まで助成を実施した。その他、 1965年度から1977年度にかけて騒音用電話機設置事業に助成を実施した。これら障害防止工事の補助実績は2003年度までで約9億3000万円となっている。学校等の公共施設の騒音防止対策事業としては航空機騒音の防止軽減対策として1960年度に 飛行場に隣接する小松市立美松小学校の防音工事を実施したのを皮切りに2003年度までに石川県小松市加賀市及び法人関係の教育施設や医療施設など158施設に対して総計約287億3000万円の助成を実施した近隣の学校には校舎にクーラーを設置している住宅防音工事については 小松市、加賀市等の同法四条に基づいて指定した第一種、区域七十五 w e c p n l 以上に、所在する住宅を対象として、九百七十五年度より実施し、九百九十六年度からは、特定住宅防音工事、ドーナツ減少、百九十九年からは、建て替え防音工事、二千0年度からは、外角防音工事、二千三年度からは、 太陽光発電システム設置工事、モニタリングを実施している。2003年度時点で約2万9000世帯に対して635億円が投じられている。また、当該工事により設置した空気調和設備の機能復旧工事、経年劣化による設備更新などは1989年度から、建具復旧工事は1999年度から。 実施し2003年度までに、延べ1万世帯、約30億円を助成した。こうした、防音工事は、民間防音工事、略して民防工事と呼ばれるが、地元企業でも、この工事を目標とした売り込みが行われている。2010年には、事業仕分けの影響により、第一四半期、4から7月の工事受注がなくなり、 地元建築業者が困惑していると報じられている。同法第5条に基づく第2宿域 WECPNL90 以上からの移転保障については1964年度から実施しており、1996年度までの総計で建物444個、土地約70ヘクタール、133億7900万円となっている。 2003年度までの実績で見ると、建物537個、土地買い入れ約80ヘクタール、総計約196億円の保証、購入を行っており、7年はあまりの間に100個、あまりの積み増しがあったことがかる。一点先地の公共施設整備事業は1969年度から実施され、2003年度までに5件、約13億円を助成している。小松市内の シカゴやアタケシンの各地区は集団移転を実施した。第2区域内の移転措置で購入した土地は周辺財産として防衛施設長が管理していた。その面積は2003年度時点で約77ヘクタールとなっており、植栽を実施した面積はうち54ヘクタールである。この他小松飛行場周辺にはもともと自然林が2.8ヘクタールある。また、 周辺財産の一部55.8ヘクタールを小松市に広場、駐車場として使用を許可しているという。民生安定施設の女性は、同法8条に基づく。一般女性事業として、屋外運動場、体育館、優先ラジオ放送施設、コミュニティ共用施設、農業用施設等について、1967年度より女性を開始し、 2003年度時点で総計は、約48億円となっている。防音助成事業として、学習東京用施設、公民館、保健相談センター、庁舎等について、1966年度から助成を開始し、2003年度時点までで、小松市、加賀市等の163施設に対して、総計71億4000万円になっている。 道路改修事業については1961年度より、開始し2003年度までで改良、舗装、小節装置の設備、補修等に50件以上、約55億円を助成している。さらに、同法9条に基づき、特定防衛施設周辺整備調整交付金を、特定防衛施設関連市町村に指定されている、小松、加賀漁師に対して交付している。 用途としては道路などの交通施設が主体であり2000年代には社会の IT 化を反映したものとしてパソコンの整備と公共用施設の整備に重当されている総計額としては1974年度の開始から2003年度までで総計約85億円となっている周辺地域との調和を図るため飛行場を前提とした街づくりのための総合的な 計画の策定事業として2002年度に小松市に約1400万円を助成している。これにより小松市立空と子供絵本館、資料館及び体験館を建設した。10.4協定の際に防音堤の建設が小松市から要望され1976年度予算に盛り込まれた。当時の予測では地上の航空機の発生する音を6から9。 本軽減する効果が見込まれた。他の騒音防止策を含めて実行を上げ始めたと判断した1976年8月13日、防衛庁は小松への海マイナス 4EJ の配備を小松市など周辺自治体に申し入れた。その後、空港前を横切っているアクセス道で県道である空港警戒線の4車線化に伴い、防音堤の一部が2000年12月に撤去されている。 これは、周辺対策ではなく、発生源対策である。発着する民間航空機は、勾配パス比の機種に徐々に転換されていったため、他の空港同様国の離着陸音は小さくなっている、便数増加の影響はあ主たる、騒音発生源である自衛隊機については、戦闘機は、勾配パス比で低騒音の機材に更新することが困難であるため、協定や、 自主規制を通じて運用方法により騒音軽減が図られていった。過去、最も大きな騒音発生源であったのは協定を結ぶきっかけとなった回マイナス4シリーズである。しかし、配置されている2個飛行体が段階的に回マイナス15に更新されていったため、部分的な機材改善の効果が観測されていることが騒音制御史で指摘されている。具体的には、 滑走道端での測定では、離陸音の影響が大であるため回マイナス4、時代との差は見られないが、滑走道端から 12km の地点では、着陸音の影響が大となるため、2個飛行体とも回マイナス15に転換した後の測定では、w e c p n l で8デシベルほどの低下が観測された。一部周辺住民により離着陸の差し止めを求める。 小松基地戦闘機事着陸差し止め等請求訴訟が、だいぶして二度にわたり提訴されていた。第一次、第二次訴訟については1994年12月、第三次、第四次訴訟については2007年4月に、名古屋高等裁判所金沢支部にて帰却されたが、損害賠償支払いについては命令した。双方が上訴しなかったため判決が確定した。ただし、 どちらの訴訟でも WECPNL75 以上の区域に居住する住民は受人限度を超えているとして国に損害賠償の義務を認めている。2011年10月7日8時45分頃、小松基地所属の F-15J が小松飛行場へ着陸する直前に機体から左翼側機外燃料タンク及び一部部品が落下した。 この事故により2011年の航空祭は中止となった。2015年秋から基地周辺に住んでいる NHK の連続テレビ小説通称朝ドラの視聴者に配慮し、海獣5戦闘機の訓練飛行開始時間を慣例の8時0分より約10分早めた。本数、所要時間、運賃等の詳細は該当項目や公式サイトを参照。 2019年時点、金沢駅西口、小松駅、福井駅東口、加賀方面をそれぞれ発着する4路線がある。2015年から、阿波ら市が運営する予約制の金沢、阿波羅無料バス、金沢ら号、阿波羅観光が、同市の阿波ら温泉駅、阿波ら湯の町駅へのルートで1日1往復で運行。小松空港、金沢駅西口のみの利用はできない。 2018年4月から平日のみの運行となって、いたが2019年3月29日の運行を最後に廃止された。タクシー乗降場と待機所があり、原則としてタクシーが待機している。小松駅からはタクシーで10分程度である。2011年平成23年11月6日より、加賀市全観光ガイドタクシーが運行されている。 空港環境整備協会が運営する駐車場が第1から第3まである。24時間利用可能で、普通自動車のみ入場から60分まで無料である。航空プラザ臨時駐車場は2011年、平成23年12月1日から小松空港国際線駐車場となり、小松発着の国際線利用者及び小松羽田、成田便を利用して羽田、 成田空港で国際線に乗り継ぐ旅客に定めして無料開放している。なお、24時間を超える駐車は可能であるが、車両の入り出場が可能な時間帯は限られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。